さてディズニーを後にしまして、 JR と地下鉄日比谷線乗り継ぎまして、今六本木に到着しました。もうねホテルの目の前に行ってますので、今からチェックインしてまいりたいと思います。今日はこちらカンデオホテルズさんにお世話になります。やったー。うわ、なんかすっごい綺麗なホテルやね。フロント3階。はい、結構ね今日も朝早かったんでね、もうみんなもう疲れに疲れ切ってます。じゃあちょっと早々にチェックインして、よし行こう、3階押して。はい、オッケー。さあチェックイン終わりました。今日のお部屋は1208です。1208。あ、いきなりやね。茶色のカードやね。タッチして、はい、オッケー。おお、今日は一発やね。カード入れてください。一発ってすごい。広っ。あ、なんかすごいな。やったー。おお、すげー。素敵。あ、これがなんとかっていうやつよね。なんかソファーがね、あるのよ、ここにね。ちょっとこれ寝転がって。素晴らしい。結構ダブルベッドも広い。これ寝転がって。ここ寝転がって。さあこちらですね、カーテンを開けると、明日ね、あそこの29階 YouTube スペースで撮影させていただきます。結構高い。あの東京タワーがね近いはずなんですけどね、残念ながらねここからは見えない様子です。関東京タワーは違う、東京タワーのかない。さあちょっとホテルで休憩してね、お尻回りましたんで、今から晩ご飯食べに行こうと思います。わ、ツルトンタンだ。ツルトンタンね、大阪にあるのはよく行ってたんですけどね、これ本店かな。まあやっぱりツルトンタンやね。うどん美味しいよな。さあそれではですね、今からお風呂の方にね行ってまいりたいと思います。ここのお風呂がね16階にあるそうで、とってもね夜景が綺麗なお風呂だそうです。カードタッチして、で16階。はい、お風呂上がってきました。もうねめっちゃくちゃ気持ちよかったです。お風呂の中ですけど、浴室が2つあってね、で1つがね露天風呂っぽくなってましてね、でそこから東京タワーの景色が見えると、まあ最高な景色でしたね。じゃあ今からお部屋戻って、まあ、ちょっとね一杯だけ飲んで寝ようと思います。まあ明日がねいよいよ YouTube スペース東京でね撮影させていただきますので、しっかり体調万全に整えて臨みたいと思います。
はようございます。東京旅行2日目でございます。はい、今朝はね、素晴らしい天気、見てください、この青空。さあ、そろそろ朝9時になりますので出ようと思います。すごい席やな。さあ、これで第一空港ビルまで向かいます。